ミシコルツは、ハンガリーの都市、ボルショド・アバウー・イ・ゼムプレーン県の県と、近郊のゼムプレーン山麓で生産される都会ワインが世界的に知られている。人口の約95%はマジャル人であり、約2%ほどロマ人が居住する。ブタペシュとデブレツェンと並ぶ、ハンガリー有数の工業都市、鉄、機械工業などの重工業が盛んなほか 企画製品や時期なども生産されている。都会ワインの生産も盛んで各国へ輸出される。そよ川と新馬川の合流点近くに位置しており、中世より物流の中心地として重要な役割を果たした。1949年に創設されたミシコルツ大学があり、多くの学生も居住する。近隣の都市としては約40キロ南西のエゲルなどが挙げられる。 スロバキア国境にも近く75キロ北東には古室が位置している。ラヨシュ一世の増古代においてはケルト人がカタイネスと称される集落を築いた記録が残されている。中世になると10世紀までにマジャル人が定住して集落を形成した。13世紀一時モンゴルの征服を受けた。1365年。 ハンガリーライヨシュ一世によって市場特権が認められ、公益拠点として発展を遂げた。また、同王の下で近隣のディオーシュジュールに城塞が築かれ、その後歴代の王によって増築された。17世紀よりオスマン帝国の支配下に置かれるが、その後ハプスブルク家の支配下に入った。この頃に市聴者、学校、教会、シナゴーグなどが建てられ、 町の発展が進んだ。ディオーシュジュール上19世紀より、ボルショド丹田などの豊富な地下資源に支えられて、工業化が進んだ。アウスグライヒゴ間もなく、ミシコルツとブダペシュとを結ぶ鉄道も開通したことは、町の工業化を促進させた。1873年には、これらの大流行、1878年には、大洪水によって、多くの死者が出たほか、 いくつかの建造物が失われた。しかしながら、間もなく町は復興し立て造物も再建された。1920年、オーストリアから分離したハンガリーは、敗戦国として、トリアノン条約を受け入れた。これにより、これまで支配していたスロバキアが新国家チェコスロバキアに帰属することを受け入れた。これにより、これまで、ハンガリー北東部の中心都市であったコシ室が、 チェコスロバキア領になったため、より一層ハンガリー北東部におけるミシコルツの役割が増大した。こうした状況は、第二次世界大戦後の共産党政権下でも変わらなかった。1989年の東欧革命を経て、現在に至るまで、引き続きミシコルツは、ハンガリー有数の工業都市としての地位を保っている。 ミシコルツ・ティサ駅ミシコルツ・ティサ駅がハンガリー北東部における鉄道交通の要である。ティサ駅からブダペシュトまで IC で2時間程度である。また、スロバキアのコシツェまで約2時間半程度で達する。市内とその近郊を2路線のトラムと45路線のバスが運行しており、現地住民や観光客の足として重要な役割を果たしている。 トラムはすでに1897年により開通しており、1903年には路線バス網が形成され始めた。ディオーシュ JDVTK がミシコルツを本拠地とするサッカークラブ。DVTK スタジアムをホームグラウンドとするハンガリー一部リーグに在籍している。1977年と1980年にカップ戦で優勝を果たした。ありがとうございます。